フランス最大級の展示会メゾンオブジェ行ってきました。すごい広くてですね、中はもう本当にいろいろなものがありまして、ここは何だろう、植物とか飾りなんですけど、これは日本の歯ブラシです。いきなりですが、お水だけで歯を磨ける、綺麗になるというテクノロジーを持ったところでした。これは日本の技術のコーヒーミルとか胡椒引きとかでしたね。これは外国の人が作った日本ブランドで、これはドイツテクノロジーで T シャツに絵が描けるっていうで消せる、こういう可愛らしい、本当にもう女性心をくすぐるような食器とかカトラリーとか、そういうのもすごいたくさんありました。ホールが8個あるんですけど、ここはラキュイジーヌ、キッチン用品ということで、ホール1、こういうちょっとテーブルウェアだったり、ペーパーナプキンのようなものだったり、飾れるお花とか、もう本当にいろんな国から出展されていて、キッチン雑貨とかお皿とか、あとは何でしょうね、こうお盆もあったり、水差しとか、アイディアキッチングッズ、ここのクックアウトなんかそうだったんですけれども、何でしょうね、なんかこうくるみを砕くだったり、こうラクレットをキャンドルでできるとか、持ち運びに便利なものとか、ちょっと新しいアイディアのもの、あとはこういう何でしょう、銀クリスタル食器なんかもかなりありました。シャンパンクーラーとか、ちょっとゴールドとクリスタルっていう、少しフランスのお城にもありそうなゴージャスなもの、これごめんなさい、イタリアでした、はい、とか、これちょっと和っぽい感じですね、和じゃなかったかもしれないけど、あとはもうとにかく広くていろんなものがありすぎてですね、もうなんだろう、普通にパリで雑貨屋さんで見ていたら可愛いんだけれども、もう見すぎて感覚が麻痺するぐらいいろんなものが展示されてるんですね。こういうクリスタルがまたすごい素敵だったんですよね。こうフルーツを置くものとか、あとお花の花瓶なんかもあるし、こう日本では馴染みのないようなスタイルのものもかなりあったので、そういう意味でも楽しい、目の保養というわけじゃないけど、なんかもうどこを見てもたくさんのものがあるので、なんか素敵でした。例えばこういうアジアンテイストのものがこうポッとあったり、なんかいろいろなものがいろんなところにあるので、ちょっとまとまりのない動画になってしまうんですけれども、ここは例えばアトリエドバンっていうワイングッズを売っているブランドなんですけれど、例えばこうセットになったものでちょっと高かったりするようなワインオープナーとか、ワインを何でしょう、栓をするものだったりとか、アトリエドバンですね。あとでここで皆さんシャンパンとか飲んでたりしました。フランスらしいなって思いました。ここも同じですね、なんかワインセラーとかワインの収納に関するグッズが置いてあったりもしました。あとは照明とかですかね。一回私たちはここで外に出ました。この左から 1,2,3,4,5,6,7,8 まであって、今度ここに入ったのはホール5で、照明とか電気関係を扱ってるんですけど、もうシャンデリアとか、なんでしょうね、日本で見たことのないようなものも結構たくさんあって、全体的にホールが暗くなってたんですけど、あとここ面白かったのは時計をですね、巻く、自動的に巻いてくれるんですよ。私から見るとなんかこう高級時計をこうショールームのように回転させて見せてるのかなって思ったんですけど、そうではなく、こう実用的に巻かないといけない時計を巻くやつでした。でこれは、お風呂とか洗面に置くものだったり、これはクッションですよね。結構もう本当にどこに何があるかわからないので、全部歩けるならば歩くことをおすすめするんですけれど、私は午後2時ぐらいから6時ぐらいまで行っていて、ホールで見れたのは半分以下でしたね。だから丸1日使っても全部は見られない
じゃないかなというくらいです。でバッジは5日間でも始まっちゃってるんですけど、火曜日まであって何回でも入れるので、まあ、もしあの本当にこういうのに興味ある方はバッジを手に入れて2日とか3日行ってみるのも面白いかもしれないです。このシャンデリアとかがもう本当に素敵で、買っても日本だと奥家ないよねっていうぐらいにこう天井が高い感じのものとか、まあ普通に庶民の家にはちょっと大きすぎてっていう感じでしょうか。でメゾンエオブジェは1年に2回やっていて、1回は個人向けで、今回はプロフェッショナル向けということで、ちょっとゴージャスすぎるというかですね、ちょっと個人が買うのは難しくて、個人の家だったらこことかもすごい可愛くてもピンクとか大好きなんですけど、個人の家にこれがあっていいだろうかっていう。このシャンパクラーは可愛かったですね、パイナップルの形だったりとか、なんかもう本当にリュックスというか豪華というか、あとこれ有名なアートなんですかね、なんかコブラアートかな、シャネルのアイスキャンディーバーのオブジェがすごい大きくて1メートルぐらいあったんですけど、こういうものを作られていたりとか、あとこういう植物、鉢っていうんですか、鉢植え用の鉢、これが人の背より高いものがあったりとか、あの色もたくさんあって、素材も本当にいろんなのがあったので、何でしょうね、こう鉢植え一つとっても見終われないみたいな。まだ照明が続きます。本当に壁の照明とかで、こう照明とか言いながら椅子があったりソファーがあったりですね、家具全般が置いてあったり、本当に多種多様なものが一堂に会されていたようなイメージです。すごいなんか安定しないけれども素敵な椅子だなって私は思ったんですけど、何ですかね、もういろんなものがいろんなところにあるので、あ、これはアーケードゲームです、あの日本のゲームセンターに昔あったようなビデオゲームをお店とかに置きませんかっていうことなんですかね。これは蓋が閉まるソファーなんですよ、天井みたいになっていて、真珠のアコヤ街の感じですかね、リゾートに使うブランドみたいなんですけど、あとこれ洗面のシンクですよね、お花柄が可愛い、そのお風呂とか洗面とか、とはトイレったりですかね、お風呂見たかったのにあんまりなかったのはちょっと残念でしたね。あの結構本当にどっしりしたものが多かったり、これもちょっと屋根というか日差しがついたリクライニングチェアっていうんですかね、なんかヨーロッパのバカンス夏には必要そうなものとか、これちょっとなんか飛行機の中のような宇宙っぽいようなものだったりですとか、普通に皆さんがくつろいでいる不思議な空間だったりとか、もういろんなものがありますね。こういうちょっとキノコみたいな足になった可愛らしいのとか、なんかもう目的があっていった方がいいのかもしれないですね。こういうお店を作りたいから、こういうライトとこういうテーブルと照明を探すみたいなのがないと、本当にもう何を見ていいかわからないぐらい、まだまだ続く、まだまだ広がってるっていう感じですね。でして、でまあ、色とかも個性がいろいろ出てたりして、ではこの赤いソファーがやっぱり素敵だなって私が思ったりとか、あとここはもう雑貨みたいな展示もあったりしてですね、なんだろう、キャンドルだったり本棚とそこに置く器オブジェみたいのから、これは花器ですかね、こうお花を生けるようなものがあったりですとか、もう何でもありです、本当に何でもありでした。有田ですね、日本のメーカーさんたちです。日本の企業さんが実は結構出展していたのが印象的だったんですけど、やはりちょっと言葉の壁があるせいか、少しこう静かなブースというか、お客様とのコミュニケーションがなんか、大変そうな感じもまたあって、もっとお話とかできたらもっといいのになっていうのもちょっと思いました。あとここはすごい博物館のような跡だったり、これはクラゲかな、海の生き物みたいなクラフト系の展示
この照明とかでもクラフトっていうエリアがまたあったので、そういったところも面白いですね。こちらはパルファマの香りですね。ルームフレグランスとか香りのするキャンドルとか、あと石鹸もありましたね。サボンっていうんですかね、マッチなんかも一緒に売っていたんですけれども、ここですね、こうガラスに入った可愛い感じのとか、あ、これそのサボン、すごいエチケットの種類がたくさんあって、本当にもう香りに包まれて、もうどれがどれだか分からなくなるぐらいすごかったです。ロンドンとかの企業もすごい多かったですかね。やっぱりこういう、なんて言うでしょう、香りのいいものとかは、市場が大きいのかなと思わせられるくらい場所をこう占めていて、そうですね、やっぱり買う人もね多いし、買いやすいものなので、こういう市場として大きいんだなとちょっと勉強になりました。まだまだありますね。シャンプーとかもあるのかな、これなんだろう、化粧品とかハンドクリームとか、もう香りがするもの何でも、何でもってことはないんでしょうけど、かなりいろんなものがありました。そしてまたこれがこう女性受けするような見た目が可愛いもので、私も写真たくさん撮りました。はい、次はあのベッドもかなりたくさん、ブランド系のブースとかもありまして、高級というかリュックスな感じのがたくさん並んでいました。あの試しに寝るっていうのは誰もしてなかったんですけど、高級ブランドのなんかトラッサルディとかもあったり、ロベルト・カバリさんなんかも出てたのかなっていう、ね、こういうのをいつか家で一回買いたいですね。ここはホールの間ですね。ちょっと雨が降ってたりとか、少し休憩できるところがホールの角とかにはたくさんありました。こういうインフォメーション地図とかもあちこちに置いてあります。はい、駆け足でしたが以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。アビアント。